どうもインパルスです。パルスです。インパルスでございます。7月18日土曜日、19日。7月18日土曜日。19日日曜日。19日日曜日。20日月曜日の。20日月曜日。3日間。僕は祝日みたいです、ね。いや、そうですね。祝日でございますけど、3日間。3日間。ライブスタンド09がですね。09が。幕張メッセで開催されます。幕張メッセで開催されます。ということでございまして。もうね、僕ら何年目ですか？もう3年目。僕らのこの臨床芸もかなり臨床芸っていうのがずっとついてくるあれなんですけれどもね、どうですかもう今回3回目ですよね。僕らもうライブスタンド、いろいろ去年やって大阪でもやりましたから、ね、やりましたね去年、あそうだからねいっぱいやってるイメージがあるんですよね。大阪も今回もまた東京でございます、なんかもううまいもん食えるんですよね。あなんかね美味しい肉水か、そう肉水大阪のねブースとかもありますしね、肉水食って、ゲームして、ゲームしたり、そう、あとまあ、なんか卓球とか、ね、うん、卓球もありますし、トランプみたいな、あね、普通のゲームもありますし、いろいろありますよ。だからまあ、裏じゃみんな遊んでるということで、いやいや、まあまあね、ちょっと空き時間がね、あの長いというところもありますんでね、まあ、そういうところもあるんですけど、仕事舐めてますからね、裏では。まあ確かにそうですね、怖いですよ。まあ、遊んでますもんね、皆さんね、確かに遊んでいいですよって環境なんですよ。そうなんですよね、そうなんですよ。まあそれはね、それでやってますけども、今年はですね、夏に開催ということで、なんとこちらの箱に、箱の中に夏にちなんだ単語が入っておりまして、はい、この中から一つ選んで川柳を披露しないといけないということで。何ですかそれ。分かんないですけど、多分おかしいんじゃないですか。いや、そういう言い方しないでください。せっかくね、考えてくれたんです。ドン、おお、びっくりした。何でしょう。2回誘ってやるの違うでしょ。夏休み。お、夏休み。夏休みはこれを入れて川柳を作ればいい。まあ、五七五ですよね。分かりました。これじゃあ作りますよ。はい、お願いします。ね。先日、そう優しさパポンってできるんじゃないですか。ちょっとね、あとちょっと何秒かいただけ、すいません。待ちきれないわもう。そんなにそうずっとずっと考えてくれてるのありがたいけど、結構みんな、いやまあそうなんですけど、結構みんな待ってて。真面目に取り込んでくれてるんだね、うん、それがたいんですよ。綺麗なの。いやね、今そうそうそう、綺麗なの。それはそう、それはそう思います、今のところもずっと流れてますよ、これ見てる方に。早送りしてくれ、早送り、ね、してくださいね。カウンターつけて早送りしてくれたら、ね、どんぐらい待ってたか。だいぶ出て3、4分目もね、ずっと皆さん待っててくれまして、ちょっと時間をいただけたら。だけどね、川柳なんか多いお茶とかに書いてあるね、あの川柳を見ながら、本当にいい川柳相方に書いてましたんで、川柳ね、好きなのかもしれない。ちょっと待って、ライブスタンドですね、まあね、まあ、今からね、この相方の板倉さんが考える川柳をですね、プレゼントするということで、ライブ会場でね、ライブスタンドの会場でちょっとね、見てる方にちょっと楽しみに待ってていただけたらと思いますよ、はい。
テープの方がまだ大事ですね。はい。本当にいいものを出したいっていうね、相方のあれ考えます。皆さん協力していただいて。夏休み、母にとっては大戦争。うますぎるじゃないか。すごい。すごい。確かにね。家に子供にとっては休みですけど、はいはい、楽しいね、はい。お母さんはもう毎日毎日ね、なんかそばとか冷やし中華とか、毎日毎日洗濯物も、給食もないからね。そうなんですよ。確かに大変ですよね、お母さんにとってはね。こちらの、名作でございますね、もうや名作を板倉さんが色紙に書きましてライブスタンドの会場でプレゼントいたしますので、ね、ぜひライブスタンド09、皆様幕張メッセ、足をお運びください。よろしくお願いします。メッセで待ってるぜ。頼みます。なんで言わないの。ごめんなさい。そこ揃えるとこだ。すいません。メッセで待ってるぜは。もう一回じゃあライブスタンド09、ぜひ皆様幕張メッセ、足をお運びください。よろしくお願いします。メッセで待ってるぜ。これかっこ悪いと思う。